今の、福島第一原子力発電所の状況というのは、やはり通常の原子炉とは違いますので、それと同じ基準を持ち込むということについては、今、原子炉規制法の中でも特定原子力施設として指定して、さまざまな対応を試みておるところでございます。ですから、汚染水につきましても、基本的には今のところ、環境に対してはきちっとコントロールされていると、コントロールしているというふうに私は理解しております。で、これ以上のことにならないように、できるだけの、可能な限りの努力を今、事業者にも求めているところでございます。益子照彦君。今の話によりますとね、やっぱり国民の皆さん聞いたら、コントロールされてないと思ってますよね。そんなお答えでは誰も納得しないと思います。コントロールされてるというのは、持続的に、もうそういう心配はほとんどなくなったと。当然、汚染水だけの問題じゃなくて、あの一部全体の状況がコントロールされてるという状況にならなきゃいけないんです。これ後で質問しますけども、委員長、第三者委員会ですよ。茂木大臣の答弁がどうのこうのじゃないんです。あなたの委員長としての知見、見識、良心、その基づいてはっきりと、今の時点ではコントロールされてない、コントロールされている状況もあったかもしれない。今後についてはもっと大変なことが起きる。何かもう一つお答えください。いいですか。田中原子力規制委員会委員長。益子議員、ご指摘のように、これまでも電源のトラブルの問題とか、次々といろんなことが起こります。今後、福島第一原子力発電所の始末には数十年かかると言われてます。これから使用済み燃料の取り出しもありますし、溶けた燃料の取り出しもございます。そういったことで、どういったことが起こるかということを、前もってすべてを予測することは大変難しいところがありますが、私どもの役割としては、そういったことが環境に大きな影響を与えないように、すると、できるだけそういった知見を集めて、そういう対策を練っていくということを努めていくというのが役割だと思っております。益子照彦君。田中委員長はこの後会議あるんで、もう一問だけ、これは後でしようと思いましたけれども、先般 IMA の専門調査団が来て、先ほどのいろんな大塚さんが質問したこともありました、1ミリシーベルト追加線量、これも実は安心基準、安全基準ではないか、それでもいいんではないかというような話をされて帰ったといいます。これ実は復興大臣にも復興特別委員会でいろいろ質問して、まだ回答が正確に出てきてませんが、この1ミリシーベルトという基準に政府が戻すことについて、どういう見解をお持ちになっているか、お答えいただきたいと田中原子力規制委員会委員長。先日というか、昨日、IAEA の方からの報告を拝見しますと、基本的には今、私どもが取っている、いわゆる除染の対策、あるいは被曝管理についての方針について、ご同意いただいたものと思っております。今、年間1から20ミリのところについては、当面はそういう状況の中で生活するということについては、国際的に見ても特に問題はなかろうと、長期的に1ミリシーベルトを目指して努力をするということについても、これもサポートしていただいたものというふうに理解しております。益子照彦君。田中委員長、どうぞお帰りいただいて結構でございます。ありがとうございました。ちょっとよろしいですか。益子、退席しての許可は予算委員長のことでございますね。それでは田中原子力規制委員会委員長につきましては、ご退席いただいて結構でございます。それでは益子照彦君。